県は新型コロナウイルスの感染拡大が続く兵庫県に県職員の保健師を派遣することになり、きょう県庁で激励式が開かれました。兵庫県へ派遣されるのは県保健福祉総務課の保健師高橋美音さんです。明日兵庫県に向かうのを前に村井知事から激励を受けました。兵庫県には東日本大震災の際に関西広域連合というような形で、沿岸部の被災地の公衆衛生活動に多大なるご尽力いただいておりました。これまでのそういった支援に対しての恩返しといいますか、そういったお返しができるように微力ではありますが、派遣先の活動に支援してまいりたいと思います。感染の拡大が続く兵庫県は全国知事会を通じて保健師44人と看護師140人程度の応援派遣を要請していて、宮城県は保健師2人の派遣を決めました。第一陣として高橋さんはあさってから兵庫県伊丹市で業務を開始し、感染者からの電話相談の対応や医療機関の受診調整などの業務に当たるということです。県が保健師を他の県に派遣するのは初めてです。県では今月末まで派遣を続けることにしています。